皆さんどうもこんにちは。元気にしているでしょうか。今回の動画ではハムスターの懐かせ方についての動画を撮らせていただきます。ちょっぴり詳しめにやっていきます。普段から私の YouTube チャンネルではハムスターの栄養に関する動画、ハムスターの可愛い姿、最近はウサギの可愛い姿とかウサギの育て方についての動画を撮らせていただいていますので、可愛い動物が好きな方とか飼っているペットを健康にして幸せにしたい方という方はチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速行ってみましょう。本編です。まずハムスターの懐かせ方なんですけれども、皆さんハムスターに懐いてほしいと思う方がほとんどだと思います。 YouTube でハムスターで検索してみるとですね、まるで手のひらでお餅のように溶けて寝ている姿だったり、手のひらで抱っこされながらご飯を食べている姿だったり、とてもチャーミングで可愛らしいハムスターを見かけると思います。ぜひ自分もハムスターをお家に迎えてみて、そのような可愛い姿のハムスターを見てみたいと思う方もいらっしゃいますよね。そんな志を持ってですね、ハムちゃんを家に迎えた方々で、どうもうまく懐いてくれないなとか、手を差し伸べたらすぐに逃げてしまうなと困っている方いると思います。そこで私の意見というか、まあ5年間ぐらい私ハムスター買ってきてるんですけれども、まあ、5年間かなり調べてたりするんで、これは間違いないと思うんですが、人間のことを心から好きだというふうに思ってスキンシップを取ってくれるハムスターっていうのは非常に稀なんじゃないかなと思ったりしています。というのも、まあ、ハムスターっていうのは自然界の生態系、生態系ヒエラルキーの中ではほぼほぼ一番下に属していますよね。トップが肉食動物です。猛禽類、ワシとかトラとかライオンとかです。その下にいるのが草食動物ですよね、まあ、ウサギとかシカとかです。でその下にさらにいるのがさらにちっちゃい、まあ、ネズミだったりになると思います。さらに下には虫とか植物とかになるわけですが、まあそのヒエラルキーの中で下にいる動物であればあるほど警戒心は強くなります。それはそうですよね。ヒエラルキー上の動物から捕食される対象だからです。そんな動物たちが人間にペットとして飼われて、次第に慣れていって、だんだん人懐っこくなっていくということはありますが、なぜそうなるかというと、答えは人間に飼われてきた歴史が長いからです。まあ想像してみてください。ワンちゃんって懐っこい子多いですよね。それは何でかっていうと、人間がまだ文明を持っていない時、例えるならですね、縄文時代みたいな感じで、まあ狩猟採集民だった時代ですね。その時から犬というのは人間に飼われていました。で飼われていた時から、現代2020年になるまで、まあ、少なくとも何万年単位でワンちゃんっていうのは人間と過ごしてきたんですよ。その過程で人間と慣れやすいというか、まあ、人間に懐きやすいワンちゃんっていうのが DNA レベルで少しずつ生まれてきたというふうに言われています。同じような話がハムスターとか猫ちゃんとかウサギさんにも当てはめることができます。まあ、ワンちゃんは肉食動物なのでそもそもあんまり怖がらないというのはあるんですけれども、まあ、草食動物だったり生態系ヒエラルキーの下に属するハムちゃんたちがどうして人間に懐いていくのかというとですね、今申した通り、人間に飼われてペットとして過ごしてきた年月が長いからなんですよ。まあハムスターもペットとしての年月そこそこ長いはずですね。いつかはわかんないんですけど、まあ第二次世界大戦ぐらいの時にはさすがにハムちゃんは生きていた、いやペットとして迎えられていたと思います。なのでハムちゃんっていうのはだいたい2年間ぐらいで生死を終えるじゃないですか。その間に、まあ、子供が生まれて、また、死んで、また子供が生まれて、早いサイクルの中で少しずつ DNA が変遷していったというふうには考えられると思います。もしくはペットショップの方々が懐きやすいハムスターたちを用意して、その子たちを繁殖していったと。もともと懐きやすい DNA を持っているハムスターがどんどん繁殖していって、そのペットショップには懐きやすい子たちばかりになったみたいなふうに考えることもできます。さて、この前提知識を踏まえてですね、ハムスターはどういうふうに懐かせようかという話に移らせてもらいます。まず一つ目、ハムスターの生活リズムというのを飼い主が理解してあげましょう。これは何でかっていうと、ハムスターにストレスを与えずに安心した生活を送ってもらうためです。ハムスターは基本的に夜行性ですよね。
なので昼間はなるべく暗い場所に保管してあげて、まあ気温もだいたい20度から25度ぐらい快適な温度にしてあげて、静かにしてあげるんです。そうすると睡眠の質が良くなります。すると何が起こるかというと、ハムスターのメンタルが改善します。これはですね、人間にも言われますし、マウスにも言われるんですけれども、実験があって、睡眠不足に陥ると、その生態というのは起こりやすくなります。攻撃的になりやすくなります。つまり、人間がハムスターに近づいた時によく指を噛まれるとかいう話はあると思うんですけれども、弓を噛まれることを抑えるためにはですね、ハムスターの睡眠の質を良くすると改善することができるかもしれませんね。それがステップ1です。ではステップ2、餌を与えます。餌を与えるとき、飼いたての頃から1ヶ月ぐらいは、なるべく人の手で与えないようにするのがベストです。それは何でかっていうと、まずハムちゃんを家に迎えたとき、ハムちゃんはまあ想像ですけれども、車でペットショップから自宅に運ばれる、もしくは電車みたいなうるさいところから運ばれるみたいなストレスがかかっています。それに加えて、ペットショップでいたケージには自分の匂いだったり、まあ、独特のペットショップの空気感があったと思うんですけれども、まあ、引っ越してきてからは、自宅の空気感、自宅のうるさ、自宅の匂いに変わってしまいます。その環境の変化で大きなストレスがかかってしまいます。この2点の大きなストレスが緩和されるまでにはおよそ1週間と言われているんですけれども、まあ、その1週間は絶対に触らないとしておいて、その後ですね、その残り3週間ら辺もなるべく気をつけてあげましょう。すぐベタベタ触るのではなく、引っ越し先の自宅の空気感に慣らしてあげるというのが必要になります。そして1ヶ月目からですね、餌を手渡しで与える前に餌に自分の手の匂いをつけておくと良いでしょう。例えばペレットを与えるときは、一回ペレットを手のひらに乗せて、もう片方の手でペレットを覆ってちょっとすり込むんですね。自分の香りをスリスリとしてから餌を与えます。ハムスターの嗅覚というのは人間のおよそ30倍だというふうに言われていますので、ちょっとでも人の手に乗ったペレットは人の手の香りというのを認識できます。それをどんどん繰り返していって、人間の手の匂いがするときはご飯が食べられるときなんだというふうに覚えさせてあげましょう。そうするとですね、約1ヶ月後、ペットを迎えてから約1ヶ月後以降はですね、手渡しをするのに慣れていってくれます。では次のステップです。およそハムスターを迎えてから1ヶ月と1週間ぐらい経った時にですね、いよいよ手渡してご飯を与えてみましょう。その時におすすめなのがペレットではなく嗜好品です。嗜好品というのは、まあハムスターが食べれる果物だったりナッツ類だったりですね。ハムスターっていうのは味覚が結構発達しているので、甘いものだったり油分というのをかなり好みます。このハムスターの嗜好性というのを利用するのがいいと思います。人間と同じですね。甘いもの、美味しいものを与えられたらすごく喜びますよね。ということは、人間の香りが近づいてきた時に、いつも以上に美味しいものが、ゲットできるんだという喜びをハムスターに覚えてもらうのです。そうすることによって、人の手が近づいてきた時、イコール自分の幸せが待っているというふうに認識させることができます。繰り返しですけれども、この行為をする前に、まずペレットに人間の手の香りというのをある程度移しておく必要があります。さもなければ、人間の手とおやつが一緒に近づいてきた時に、なんだこのでかい物体と、なんだこの人間の手の香りは、僕はこんな香り知らない、怖い、逃げようという風になってしまう。もしくは危ないからこっちから攻撃してしまえという風にして噛みついてしまうことにつながります。だからこそ、ペットを迎えてから1ヶ月間、何もしない。で、その後は少しずつペレットに手の香りを、すりつけるというのが必要になるわけです。さて、このステップまで到達したら、あとはペットハムちゃんを懐かせるまではもう早いですよ。もうここまでいったら、人の手とか人の手の香りっていうのはすごく自分にとってメリットのあるものなんだ、いいものなんだというふうに思ってくれるので、小屋の中に手のひらを差し伸べてみましょう。するとおのずとハムちゃんから近づいてくると思います。そしたらあとはもう手のひらにハムちゃんが乗ってくるのを待つだけですね。ハムちゃんが手のひらに乗ってきたら、またおやつなどを手のひらに置いて分けてあげるといいです。はい、私はそんな感じで、ね、ハムちゃんたちを懐かせてきました。
繰り返しなんですけれども、ハムスターとかウサギが近づいてくるまでじっくりじっくり待つというのが、ハムスターとウサギと仲良くするためにできる秘訣だと私は思っています。ということで今回の話長くなったんですけれども以上です。この話かなり基本的で根性が少し必要な話ではあるんですけれども、まあ、ペットを飼うとき全般に言える話だと思うのでぜひ参考にしてみてください。まあ、正直 YouTuber をやっている私の立場から言わせてもらうと、まあ、YouTube でペットがすごく楽しそうにランランと遊んでる姿っていうのは半分真実ですけれども半分は幻想フィクションになっています。まあ、そんな可愛い姿をなんとか撮影して、いやー可愛い可愛いっていう風に思ってもらえることっていうのが、まあエンターテインメントの一つなので、そこはちょっと現実離れしてるんだなと理解していただいて、自分はコツコツとペットたちと仲良くなるために頑張るというのが、一番いいやり方だと思いますので、参考にしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録やグッドボタンお願いします。さよなら。